Okay, you now have wire resi- あ、火炎耐性がついた。火炎耐性がついたってことは、この上がいけるってことか。ここいけるんだ。よし。で、あのボタンを押したらまたなんか変わるんだろうね。よいしょ。はい。ブルーグラスリムーブドフロムセントラルルーム。青のグラスが変わったのか。青のグラス、ブルーグラスセントラルルーム。あ、ここグラスなくなってる。青のグラスがなくなったから、黄色。黄色どこだっけ？黄色踏みたいな。黄色踏んで、黄色踏んで、こっちだ。ここだ。あ、黄緑かこれ。ちょっと黄色かと思ったじゃん。黄緑踏みまして、黄緑踏んで、こっちだ。よーし、なんか海に出てきたな。豚がいる。ピックマン13がいる、ピックマン13。あ、ピックマン13をここに連れてこなきゃいけないパターンかな、これ。どうやって連れてったらいいんだ？人参ないぜ、俺。え？ピックマン、ちょっと、来てもらっていいかい？歩かないでおくれよ。歩かないでおくれよ。そのままじっとしてておくれよ。よいしょ。よいしょ。ちょっと、出てもらえる？出れない？出れるよね？よし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 。よし。よいしょ。よいしょ。ちょっとそのまますぐ。いいぞ。いいぞ。いくよ。なんでなんでだよ。よいしょ。ピックマンがなくなっちゃいました。そして、なぜか冬になっちゃいました。もうここには用はないのかな。とりあえず降りるよ。降りて。Did you find the secret chest in that room? え、さっきの部屋に何かあったの？ここにチェストがあったってこと？チェスト？これ破壊できるじゃん。石炭ブロック、オッケー。そういうことか。一応全部見とこうか。何もなさそうだね。とりあえず石炭ブロックに使えるレバー見っけた。よいしょ、ここに。おい。さあ、他にもチェストがどっかにあるんだろうな。まさかこのマグマの中はないよね。どこだろう。あそこだよな、多分。どうやって行けばいいんだろう。この上になんかあんだよな。ここに行くには、あ、わかった。こっから登ればいいんだ。火炎耐性があるもんね、今。こっから登って、この青の上行って、ここ上がって、こうで、あそこだ。よっ。オッケー、いけた。よしよしよし、いったぞ。で、ここに設置と。ザ・ミステリードア、オッケー。ミステリードアね、覚えてるわ。あの最初の木のとこだね。ここにあるんだよね。開いた、開いた。え、なんか進めね。進めた。うおっ、うわ、なんだこれ。ヴィーナス、サタン、マーズ、ジュピター、アース、マーキュリー。どういうことだ？どういうことなんだ？順番があるのか？なんかジュピターとかマーキュリーとか、なんかセーラームーンぐらいしか思い浮かばんのんだけど。ヴィーナスが金星でしょ？で、サタンが土星、マーズが火星、ジュピターが木星、アースが地球、マーキュリーが水星。なんだこれ、太陽系の近い順かなと思ったんだけど、そういうわけじゃないかな。
んでこれはさ地球と水星が一緒なんだろう。アースとマーキュリーが2個並んどるってことはもう一回ボタンを押せばいいってことかな。とりあえずやっていくか。マーキュリーどこだ。マーキュリー、ヴィーナス、アース、マーズ、ジュピター。おー、いけた。やっぱそうだったんだ。いけたぜ。これはなんだ。あ、踏むことによって、あ、こういう風な感じで進んでいけるみたいな感じか。はい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 。こっち開けて押す。はいはい。さあどうやって進んでいけばいいんでしょうか。いまいち分かってません。あ、やばい、行き止まった。こうかな。こう進んで押して、でどうしたらいい。後悔？よし、いけたぞ。はい。Something big just smash。 どういう意味だ？どういう意味なんだ？ Something big just smash って何？どういうこと？なんか若干恐ろしい雰囲気がするけど。帰ってみる？何が変わったんだろう。あそこだ。赤持ってこなきゃ。よし、来たぞ。ほう、どういうことだろう。赤を踏めば赤が消えるパターンね。はい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 。どうにか上がっていけと。ほう、何で上がればいいんだろうな。こうで、あー、黄緑でいけると思ったけど、そういうわけじゃなさそうだな。青、あ、青ならまだなんとかいけそうかも。あー、でもこっから先飛べねえよな。青じゃないんだよな多分。青も黄色も違くて、赤は？いや、赤も違うよな。乗れないもんね。黄色。いや、でも黄色こそ無理だよな。あ、無理だな。どうしたらいいんだ。謎すぎる。あ、どうしたらいいんだ。待てな。どの色も結局いるってことは、一回真ん中の感圧板踏んでクリーンな状態で行ってみる。これで行ったらどうかな。よいしょ、ほいほいほい、いけるじゃん。はい、よし、終わったぞ。コングラチュレーション、ユーウィン。いや、何かを使うんじゃなくて一回リセットするのが正解なんだね。はい、ということでね、スペクテーターモードなんで透明なんですけども、見ていただいてありがとうございました。皆さんも一緒にね、こう楽しめたでしょうか。よかったらまた見てください。ブンキャラでした。バイバイ。